米女子市都市ゴルフツアー全米女子オープン第2日2020年12月11日テキサス州チャンピオンズ GC サイプレスクリーク C6731 ヤードジャック・ラビット C6558 ヤードいずれもパー71 1>, 1打差2位から、ジャック・ラビット、C を回った四部のひな子22、サントリーが6バーディー、2ボギーで、この日のベストスコアとなる67をマークし、通算7アンダーで単独首位に立った。2位のアマチュア、リン・グラント21、スウェーデンとは3打差。昨年8月に初出場で、エーグ全英前衛女子オープンを制して誕生したスマイリング・シンデレラが、再び初出場の大舞台で輝きを放っている。 同じ光景だ。単独首位でホールアウト後、米国の中継局のインタビューや、現地メディアからの取材に、笑顔で答える姿があった。前衛を制して、スマイリングシーンで世界を驚かせてから、約1年半。再び渋野が、メジャーの大舞台で、リーダーボードのトップに立った。夢かなと思いました。今のうちに、写真を撮っておきたい笑い。ゴルフの内容も濃くて、去年の前衛よりもいいゴルフをしているなと思います。 出だしの1番でピン上5メートルのチャンスを沈め、あれやと思ったと、最先よく滑り出した。6番でも5メートルのバーディーパットを決めて、単独首位に浮上。後半はさらに勢いが増す。15番でグリーン左カラーから5メートルをパターで沈めて、バーディー。16番でボギーを叩いたが、続く17番では代名詞のバウンスバックに成功した。 パットがここまで良いのは久しぶり。120点です。と声を弾ませた。昨季の日本ツアーでの平均パットは1.758で2位。武器にしていたが、今季は1.813と不調が続いた。天気は先月、中旬の伊藤園レディースだった。スタンスを広げると、試合を重ねるごとにフィーリングが向上。今は今年一番自信がある。2日間のパーオン率で、全体2位と。 校長のショット面ではパットのラインを考えて狙うマネジメントが光る果敢にピンを攻めていた前衛から進化し大人になっている状態を上げたパット好調のショットさらにマネジメントそれが世界最高峰の舞台でかみ合い3打差となった初出場初制覇を視界に捉えた22歳の快進撃に海外メディアも大きく反応した 米紙 USA Today は、スマイリングシンデレラがメジャーでトップに帰ってきたと報じ、米 AP 通信も、渋野のサンダリードは、もはや驚きではないと、世界に伝えた。LPGA 公式サイトは、シンデレラストーリーのハッピーエンド、第2章が近づい,ていると紹介近づいていると紹介した。新型コロナウイルスの影響で、6月から12月開催に変更された、メジャーズイチの格式を誇る伝統の大会。 日本人初のメジャー、2巻へ、これ以上ない舞台が整った。一番上にいる奇跡を楽しんでもらえたら、特別な1年の締めくくりは、サンタクロースではなく、シンデレラが夢を届けてくれる。予選3歳以上リードは、渋野は昨年の、ヒカ・マミコに次ぐ、日本勢2年連続の首位ターン。予選首位による優勝は、14年の、ミシェル・オイ・国が、最後で、最近5年間は、決勝ラウンドで逆転している。 予選36ホールで3歳以上のリードをつけたのは3年のマイリ・マッカイ、スコットランド4差リードも6位以来となり2000年以降では渋野で6人目過去5人のうち優勝はカリー・ウェブ・オーストラリアと異の2人となっている19年全 AVTR スマイリング・シンデレラ誕生第 1R 海外初ラウンドで66をマークし1打差2位発進なーんてこった できすぎのスコアで正直びっくり120点ですね海外メディアにも囲まれた第 2R69 でにキープし殺到する海外メディアにとってもハッピーベリーハッピーと笑いを誘う女性リポーターからあなたはいつも笑っているように見えるスマイリングシンデレラねと命名された第 3R67 で首位に立つ 大会公式ツイッターは、日向ぶのが14アンダーで2打差にリードを広げる。素晴らしいと絶賛。大会公式サイトでも特集を組み、彼女の名前がリーダーボードのトップにあるのは衝撃的と紹介した。最終やる18番のバーディーで、日本人42年ぶりのメジャー制覇。A ガーディアン氏は、スマイリングシンデレラが迎えたおとぎ話のような結末などと報じ、会見では。 言葉にできないくらい、嬉しいのと、お腹が空いたのと、吐き気がしますと渋子、不死を爆発させ、海外メディアの爆笑を誘った。渋野雛子順位を見たとき、夢かなと2位に、3打差単独首位、米女子。全米女子オープン、第2日11日、米ヒューストンチャンピオンズ、GC6731 ヤード。 パー71首位に、1打差の2位から出た昨年の、英語前全英女子オープン覇者の渋野ひな子、22サントリーは、ジャック・ラビットコースで67と伸ばし、通算7アンダーで2位に3打差をつけ、単独首位に立った。プロ1年目で5位から出た、笹生ゆか19、IATTSI は71にまとめて、通算2アンダーで6位。 19人が出場した日本勢は9人が決勝ラウンド R へ進んだ勢いが止まらないこの日のベストスコアとなる67女子ゴルフで7女子ゴルフで最も権威のある大会のリーダーボードの一番上に渋野が来た圧巻のダッシュにスマイル満開渋子不死も絶好調だった上がって自分の順位を見た時に夢かなと思った自分じゃないみたい正直びっくり 今のうちにに写真に撮っておきたい。通算アンダーパーは19人にまで減った難コースに世界のトップたちが苦戦する中スイスイとスコアを伸ばし続けたスタートの1番パー5で 6m を沈めてバーディー発進雨が降り始めた8番パー4でこの日唯一のアプローチが 4m オーバーしてボギーを打ったがミスはこの1つだけ 雨がやんだ後半は、4バーディーを奪い、17番パー4は2.5メートルを沈めた。代名詞ともいえるバウンスバックで、16番パー3のボギーを長消しにした。ショットが初日に続いて、すごくいい。パッドもここまで一品ではない。あらと思いながらやっていた。バーディーを6個も取れるなんて、奇跡。初日は100点以上落とした自己採点は、120点です。と笑った。 メジャー初出場だった作家の全衛は3日目に首位に立ち、そのまま逃げ切った。この日の取材で、現地メディアにメジャー補者としてのプレッシャーはと質問されたが、全くないと即答した。一般人から有名人になったという、この1年半で経験したさまざまな重圧月、今はまっさらな気持ちで臨めている。全衛の時のように、うまくいくとは思っていないが、あの頃と違って、ちょっとずつ大人になった。 シンデレラの呪縛を自力で打破した強さが今の渋野にはある。日本勢で初めて全米を制すれば、来年は念願のベースアーで戦える。ベーツアーに参加するかの質問にも、ぜひ、と即答。まだ2日目だけど、一番上にいる奇跡を楽しんでもらいたい。勝負の決勝ラウンド。必然の奇跡を渋野が演じる。データボックス。 全米女子オープンで予選 r を終えて日本選手が首位に立つのは昨年の氷川真美子に続き2年連続、氷川は最終的に5位だった。日本勢の最高は1987年大会でプレーオフで敗れた岡本綾子の2位。渋野が優勝すれば史上5人目の初出場、V で2015年の谷里に韓国以来。 例年以降で3台上リードして、決勝 R に進むのは渋野で6例目。うち優勝したのは1年のカリー・ウェブ、オーストラリアと14年のミシェルオイ米国。14年の以降、予選 R 首位で優勝した選手はいない。シブコフ自然界、バーディーの時のシーンはかなり寂しい。1打差2位からジャック・ラビット、C を回った渋野ひな子22、サントリーで、この日のベストスコアとなる。 6。7をマークし、通算7。アンダーで単独首位に立った渋子トーク単独首位に立ちました。4つも伸ばせたのはびっくり。パットがいいのは久しぶりで自分でも怖いぐらい前衛覇者としてのプレッシャーを感じていますか？前衛チャンピオンというプレッシャーは捨てていいなと思っていたので、今は本当に真っさらな気持ちで臨んでいます。前衛を制して人生が変わったのでは？一般人から有名人になって。 自分でもすごくいいきたぶっている気が笑い。日本ではマスクしてもバレるので、なかなか外食はできません。無観客でファンがいないのは寂しい。バーディーを取った時のシーンは、かなり寂しい。今期は苦しんだ中で、この試合で、結果が出ている要因は、うーん、今までの自分を捨てたことかな。ゴルフ始めたて、プロ1年目になりたての気持ちでいた方が、ゴルフに対して成長できるかなんかに向けて、 二日間で伸ばしたスコアを全部なくさないように頑張りたい。渋野ひな子の夢かな。6バーディー奇跡、日本人初メジャー、二勝目、前衛よりいいゴルフ。次のオーディオビデオでお会いしましょう。